謎の男が、今、この地球に復活したのだった。う私はマルクス星人。ハルヒ様を蘇らせるため、この地球へ降り立ったハルヒ帝国の残党だ。だが、マンダに言ってなかったからな、今日は復活できんのだ。しかし、ハルヒ帝国が蘇る暁には、 この、春日帝国に住む住民たちが必要だ。そこで私は考えた。恐ろしき悪の作戦を。マルクス星人、悪魔の家畜作戦の巻。ああ、なんだこの化け物は,は。俺様はガニ目です。人間どもを動物にしてやるのさ。ああ、パンダちゃん一丁上がりだ。 次の人間は始末しに行くぞパンパンやめろ宇宙人ここはお前の楽園ではない、はあ、電子レンジマンか俺様は宇宙人ではない歴史とした地球の怪人ガニメデスだんだと電子レンジマンシリーズには宇宙人しか出ないはずだそれもんだ急に怪人だとそんな概念あってたまるかそんな概念があるんだよ 電子レンジマルクス星人マルクス星人モヒカンハルヒ帝国の生き残りさハルヒ帝国だと俺の前の電子レンジマンが征伐したあのハルヒ帝国かそうさだがあいにくハルヒ様は滅びてしまいもう長い年月が流れてしまったからな 私は蘇らせる。ハルヒ帝国を。そして、あの偉大なる指導者、ハルヒ様を。電子レンジ版よ。ハルヒ帝国復活に貴様は邪魔だ。邪魔だが、貴様を先に始末してしまうと、ハルヒ様が蘇った際に戦う相手がいないということで、大変お怒りになられる危険性があるので、お前は生かしておく。なんだと舐めたこと嫌がって。俺は、お前なんか、この左腕の。 親指一本でも倒せるほどに力を蓄えているんだ、はあ、何を言っているんだお前は、えー、12年くらい戦い続けているがただ時間を重ねているだけだ電子レンジ版グレート私に勝てると思うなよああまた会おうガニメですお前はその楽園作戦を続けるんだ了解あああ,あ ここは一体大丈夫でございますか電子レンジマン様。なんだこの鉄くずは私はディル。電子レンジマングレート様。あなたの秘書として作られた高性能ロボットです。ディルだと何を抜かしてんだか知らねえが、ヒーローってのは孤独に戦うものであって、決して秘書なんてものが言っちゃいけねえんだよ、鉄くず。黙って、自分の星に帰りな。 そんん。なことはできません私はあなたをサポートするために作られたロボットなのですからクソ勝手に仕上げれ行くぜ電子レンホースガニメースを今後こそ始末しに行くんだお待ちください電子レンジマン様私と電子レンホースには合体機能があるのです何だとじゃあ合体してみろや融合合体シュパン 進入角度よし。そして余剰パーツ合体。リリーフジーン行こうぜ。おお。ところでこれ、なんか強くなったりすんのか人間の頭脳と馬の足が合体すれば何も怖いものなんてありません。ロボットの鉄くずのお前が人間の頭脳とは抜しやがってたが、 俺が乗り込むことによって人間の頭脳も加わっているからあながち間違いじゃないかもしれないな行こうぜプォーデンシンジマンの新しい仲間、えー、デュドゥによって地球の平和はより守られやすくなったであろうあても置いていかんでくれや <laughs> <laughs> どんどん人間を動物にしてサファリパークを作ってやるぞおい,おいおいおいバケモ 俺も動物にしてみてくれやいいだろうほら馬にでもしてみてくれやよ,よしいい心構えだ洗礼ビームをくらえなしまった俺様が自分の光線を浴びて自分が馬になってしまうパターンとは貴様なんだそれは <laughs> 騙だまされたなえお前まさかはあ 電子マン,ジン貴様を油断させる罠だったのさクソ騙しやがって電子リンジマン様行きましょう合体技ですよし完成デスジェネラルキャノンうわなんだあれは死ねファイヤードンあーやったぜ顔は全然見えないけどな いやあ、なんとかなったな。帰るか。そうでやんすな。ええ。平和は守られました。電子レンジマンよ、ガニベダスの作戦を葬るとは、さすがは家電ヒーローといったところか。しかしな、ハルヒ帝国は必ず近いうちに復活する。そう、ハードオフに多分売ってると思いたいところだ。お葬式マルクス星人のハルヒ帝国復活作戦は、本当に成功するのだろうか そんなことはつゆ知らず、電子レンジマンたちは家路を急いでいた。